聴衆に抗議するアマルリクスベナのアマルリクスは中世フランスの神学者。フランス王国のベナ出身。パリ大学で哲学と神学を教授し弁償家として名声を得た。特にそのアリストテレス哲学を発展させた講義が評判であったという。その教義は半神論の色彩が強く、神はすべての非造物の根底にある本質であって、 神の中に止まる者は罪を犯さないと主張した。しかし1204年に大学から彼の教義は非難され、自説の撤回を求められた。アマルリクスはこの屈辱のために死したとも伝えられる。彼の教義を継承したアマルリクスハワセン2 1 5年代4ラテラン公会議においても異端とされた。アマルリクスの思想は、 エリュゲナの哲学体系から引き出されたようであるが、彼はこれを、シンプラトン主義の影響を受けつつ半信論の体系へ、発展させた。すなわち神はすべてであるすべてキリスト教徒は、自らがキリストの体の一部であると信じねばならず、この信仰が救済に必要である。神の中に止まる者は罪を犯さない彼は、光がそれ自身のうちに見られるのでなく、空気の中に見られるように、 神は天使や人間自身によって見られるのでなく、創造物の中に見られると言ったと言われる。この主張は、キリスト教の使用教義すべてを否定するもの、つまり、善とある、罪と、嘘く、私服の光景ないし神の永遠の見放し等がすべて意味を失うことになる教説であった。アマルリクの弟子たちは、こうした、半神論的存在論から共神的生命論を編み出し、 1209年に摘発されるまで平身とや女性に徴収を得ていた。チズム1911、松本1982、松本1982、ぐるんとま2002。ありがとうございます。